ライゾーン TV。 はい、どうもクライゾーンです。今回はゴミ屋敷の掃除をします。てかやってます、ね、やってます、ね、テレビに出るようなゴミ屋敷、本当そのレベルです。俺らも多分ずっと気持ち悪い気持ち悪い、おやおやしてるんだよ。まあ、そんな感じでやっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。はい、っていうことで中に入ってきました。なんかすごいのが映してもらっていいですか。これが自然の夜これ牛乳パックの中に入ってましたか。さっきまでここにこんななってて、そうそうそう、あとこちらがお風呂場になってて、これがお風呂場なのかな。あーすんごいでしょこれ、どっから出すはい、いや来た来た来た。でもこれちょっと片付けましょう、うん、これ伝わるかなこのひどさ。ちょっと待って、変わってる。窓開けっぺん、くっさ、うぅ、うぅ、うぅ、足の踏み場がないよね、とりあえず。いや、ひどいな。天井を上げます。いきますよ、はい、オープンザドア。うぅ、ゴミ箱の中に何か入ってる、何か入ってる。いや、待って待って、やばい、ちょっと待って、マジ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 で無理、マジで無理、マジで無理。あー無理無理、あーうわうわあー、どっからやろう。いや、まず風呂場お願いしていいですか。じゃあ、ちょ待って、マジで。俺だってさっき洗面所やったじゃん、生ゴミだらけの。ああ、これ何これ、ははその中身なんすか。中身、見れない見れない、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 ほら、ああ、見て見て、ああ、見て、ああ、うえ、じゃあこれほとんど入ってる。このうろちゃんで一口飲んでこれから、ああ、まあ、全然取れてやんな。なかったよね。いや、もうすでにいろいろあるあー無理、あー無理、あー無理、あー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 無理だな、これ。これいります？何それ、いらねえよ、そったの。マジでどうしようこれ、水を抜くにも悪くて、やーぶあーぶあーぶもう無理。はい、これ動きましょうか、まず見せてみせて、よしよしよし、これ動くで、まずうぅ、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 回してる、さあ回してる、持ってまいります。俺と持ってきたのによって、何になった。いやいや、そうだね、カップラーメンとか置いてあるんだって、風呂場に。意味わかんねえんだけど、風呂場に空き缶があるなんか出ないからね。風呂入りながらカップラーメン食ってるやつ見たことねえんだけど逆に血圧とか大丈夫と思う。しかもなんか変なフェイスメジャーも入ってるし、うわなんだこれ、かきたま春雨スープ、やかましいわやかましいよ、ほんと。あー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 、無理無理、もう触れねえ、これ浸透してる。いや、早くして、今触ろうとしたでしょ。いや、いや、やめてよ、じゃあ早くして、マジで。うわー、待って、どこでだ、待って、あーめ、やかまないと早いですね。全然にこのようなって、大体2口ぐらいで多分捨てちゃうのね。とりあえず、あーめ、あーめじゃん、それにはやって、はい、牛肉だ、おはよう、見てました。ここって女の子、ここ女性の方ですよね、住んでたのね。なんかすごいものが多いじゃないですか。あー本当に、あーうわー、いや匂いない、待って、危ない、あー無理、
家とは思えねえ。なんだこれ、ブドウが1個あった。ちょっときつい。マスク下がっても無理。あれ、ゴミ袋は使ってないの。ゴミ置き場にしてます。なぜかゴミの給油口を外すと、はい、いろんなゴミが桶の下からめっちゃ出てくる。今俺漂流してる感じ。やっぱ頭になっちゃう。ちょっと入れて。風呂掃除終了。すごくて場所。あーごめん、嘘ついてるこれ。給油口のゴミで。いや、まだありますからね。俺は思ったの、こういう部屋を汚くこんだけ汚せるやつは人間として絶対終わる。それだけは絶対いい。こんなに一人暮らしの女がこんな部屋にできるっていうのはまず普通じゃねえか。あ、やべ、黒マットを外したことによって俺あっちに見えなかった。動画撮ってること忘れるくらい、ああ会話が、言葉が出ないぐらいの状況じゃん。いや、そうだな。これ新品のパンストって持って帰っていいですか。え、新品のパンストは持って帰っていいですか。あ、何本も持ってないです。わかりました。気持ち悪いよ。持ってないってどうすんの。ここにあるやつ外すから、はい、ここまとめておいて。限界のゴミも上がってるんで。はい、あの、凄いもの発見しました。1日分のマルチビタミン。これ、すごくない、ね、うん、重みが、うん、おかしい。で、あと、上を見て、上映ってる。これ見てこう。なんか違う感じなの。違うの入れてるのかな。なんかあの、猫のチャオチュールみたいなの。猫のスープ用みたいな。うぅ、じゃあロイ君一回ゴミ出しお願いしますね。はい、ということでこれを今からゴミ捨て場に持ってきます。その間クズオ君に部屋の片付けをしておいてもらいます。これで3分の1ぐらいです。では行ってきます。はい、戻ってきました。多分クズオが一生懸命一人でまだやってると思うんで、ちょっとどんだけ片付いたかちょっと撮影したいなと思います。すっげーな、このゴミの量。うお、やってるやってる。え、飲んでんの。やめろやめろやめろ。おい、おい、めっちゃ片付いたじゃん。遅くない。え、遅くない。いや、マジであの道路がすごい混んでた。トイレやっとくよ。トイレ、いや、トイレはふざけんなよ、マジで。やっぱね、楽しみは得だもん。楽しくねえから。いや、何あげてんのそれ。それ誰。いや、しょうがない、飲まれはいいよ。いや、やばいっしょ。やばいよ、そんな相手のやつ。多分絶対飲まれはいい。だってもやしとかもあるでしょ、何ヶ月も前。ほんと、めっちゃビシャビシャ。あそこローションあるから気をつけて。ローション。うわ、でもうわ、でもってか片付いたじゃん。そこローションまでだよ、もともとね。半端じゃないよ、これ。え、片付いたじゃん、だいぶ。もうなくなったじゃん、物が。ゴミはもう、ほぼ全部なので。あとは押し入れぐらい。ああ、そうだね、ここやってなかった。さすがです。いや、頑張って。いや、でもすげえと思う、マジで。だって、俺行ってからだってまだ40分ぐらいでしょ。あ、で、休憩してないからね。うん、あ、すげえよ、マジで。だんだん来んのかな、来んのかなって、うん、まあ、ずっと来なかったから。いや、すごいですね。まあ、多分パチンコでも行ってんだろう。行くかって、この時間。あんなに汚くて山積みだったここ、そして自然のヨーグルトがあったこの場所、ここまで綺麗になりました。重曹をかけて、まあいろいろカビとかを、壁のカビとかをある程度取ったんですけども、こういうシミは多分怨念がこもってるかなんかで取れません。で、あと床全部綺麗に磨きました。見てください、この綺麗になった床を。はい、このシミはですね、これはなぜかというと、これ足がちょっと残ってるのわかりますか。ゲジゲジの死骸です。でもあとはもうこの畳っていうのはもう変えるしかないからね。な、うん、でもだいぶ綺麗になったよね。いや、もう最初から考えても違いところで、ビフォーアフターだね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶかかったね。
いくつか間見分けて、うん、そうですね、まあいろいろあったけど、やばいやばいやつ、汚ねえな、感想一言で言ってた、汚ねえ、汚ねえ、ここにキモい、人が住めるような環境じゃなかったと思う。そうだね、いや住んでたもんね、成功があったもんね。ここがもしここから先綺麗になったとしても絶対住みたくない、ね、ここには絶対住みたくない、ね、トイレも綺麗になったし、まあ、トイレ映してなかったっけ。ああそう、まあ、まあいやいや何年もなんか誰もいなかった家だよ、5年ぐらいいなかった家のなんだけどね、見た感じは。だって冷蔵庫の中に最後真っ黒のバナナが入ってもうこの部屋全体がゴミ箱みたいなうまいこと言うね確かに、ゴミ屋敷じゃなくて、大きなゴミ箱だと。まあ、一つ言えるのは、そういう女とは絶対に付き合わないと思う。100% あるよね、うん、まあ、そうするんだけど、こんなすごいゴミ屋敷の人。ということで、今回のグレーゾーン TV はそんな感じで終わりたいなと思います。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。グレーゾーンでした。